ビーマニシリーズダンス、ダンスレボリューションダンスダンスレボリューションは、1998年下期に、好みのビーマニシリーズ第3弾として登場した、アーケードの音楽ゲーム及び2013年稼働開始版の、タイトル、またそれ以降展開されたシリーズ製品の総称である。空白なしのダンスダンジレボリューションと表記されることも、あり、スパーノバ以降の公式では、 基本的に空白なしの表記を採用していることが多い。省略して DDR やダンレボーなどと呼称されることもある。コナミグループ再編に伴い2016年11月1日付で発売元がコナミデジタルエンタテインメントからコナミアミューズメントへ再度変更された。ダンスダンジレベリューシオンスパーノバ筐体いわゆる旧筐体と言われている標準的な筐体。 この筐体は外観が赤いが、それより前の筐体は外観が黒い。ダンスダンジレベルシオン X 以前の筐体はネオン管を内蔵した巨大なスピーカー2台を持ち、その上にディスプレイ、タイトルを表示するタイトルユニット、さらにそれに強力なスポットライトを取り付けたもの。ディスプレイ下部左右に存在する左右の方向キーと決定ボタンさらにディスプレイの真下に、 家庭用ソフトで作成したエディットデータを共有するための USB 端子スロットが取り付けられているものもある。これは口述するように家庭用に収録されている楽曲から自分で作成したオリジナルのプレイデータを使うことができるリンク機能で使用する。それに加え、33で均等に9等分されたパネルに上、下、左、右を表す4つのデバイススイッチを組み込んだものを2つ。 連結したものが一つのコントロールデバイスとなる。なお、ダンスダンジレベリューシオンスパーの場以降で E アミューズメントに対応している筐体には、モニターの部分の両脇に E アミューズメントパスの読み取り装置が、筐体に乗せるような形で左右に1台ずつ、計2台設置されている。この筐体は現在では、旧筐体という愛称で呼ばれることが多い。蒸気の筐体の寸法は、 1> 幅1 7 8トル、奥行き2 1 6トル、高さ2 2 5トル、重さは本体のみで2 2 5ラム、ステージユニットが1つ当たり1 0 0ラム、総重量は4 2 7ラムである。ダンスダンジレベルシオン X 以降に稼働した、筐体は上下の方向キーが追加され、ディスプレイが37インチのワイド画面になり、大型化し、 ディスプレイの直下と左右に LED の照明が設置された。USB 端子、IC カード装置が筐体内に内包され、IC カードの読み取り装置がタッチ式に変更されている。上記の筐体に対しこちらのダンスダンジレベルーシオン、筐体は X 筐体という愛称で呼ばれることが多い。また、 2013年稼働のダンスダンジレベリューシオンからはディスプレイを42インチにさらに大型化しフットパネルが光らない仕様となりディスプレイ左右の LED 照明、USB 端子を配し画面下に荷物置き場を新設した新たな筐体が登場した。この筐体は新筐体または白筐体と呼ぶことが多い。 2019年稼働のダンスダンジレベルージオン A20 からは全体が黄金色に塗装されダンスラッシュスターダムの筐体と基本設計が共通化された55インチの大型モニターに 4.1CH のスピーカーを搭載しさらにダンスフロア部分の LED も強化された新たな筐体が登場したこの筐体は金筐体または20周年記念筐体と呼ぶことが多い フットパネルは踏んだ際に光る仕様に戻っている。プレイヤーはステージユニットの上に乗りプレイする。ステージ後方にはバーが取り付けられている。プレイ中には矢印オブジェの背景に動画やキャラクターが表示される。ダンスダンジレベルュシオンホースミックスプラスソロ用筐体ステージの奥に左上と右上の黄緑の矢印が見える。あとに、 面積の確保しづらいロケーション用に開発された、プレイステージが一つだけの筐体で展開された一人用、DDR ダンス、ダンスレボリューションソロシリーズでは、ダンスダンジレベリューションホース、ミックスプラスソロ用筐体の写真のように、既存の4枚に加えさらに、左上、右上を含めた6枚のパネルが用意されている。ダンスダンジレベリューションの初期においては洋楽を、 中心に楽曲を収録することになるが、その洋楽曲について当時コンピレーションアルバムの売り上げが一番高かったという理由により、東芝 EMI のダンスメイニアシリーズとタイアップを行った。このことにより、多数のダンスメイニアアーティストの楽曲が DDR に収録され、DDR はこのレーベルシリーズと共に出発した。スマイル、DK のバタフライ等。 DDR に収録されたことで認知度が上がった曲も多い。楽曲や筐体の派手さで当時は異彩を放っていた DDR は多数のロケーションに設置されることになり多くのメディアで紹介され一大ムーブメントを巻き起こした。クリアやハイスコアを目指すプレイはもちろんだが単純なルールと体全体を使うことからプレイの自由度が高く他のゲームでは見られない。 パフォーマンスプレイというプレイスタイルも定着した。タイトル通りプレイ中にダンスを行ったり、画面に背を向けてプレイしたり、二人プレイで突然左右のプレイヤーが入れ替わったりといった様々な形でプレイされた。今日でも DDR はスコアスキルを重視する大会のほか、パフォーマンススキルを重視した大会が行われている。最たあるものは、 コナミ主催で1999年9月26日に、ZEP 東京で開催された、ダンスダンスレボリューションキング・オブ・フリースタイルド・ニューサースで、ある。全国で行われた予選を勝ち抜いたパフォーマーたちが、集まりその腕を競い合うという大会で、あるものはトロンボーンを吹きながら、またあるものは踊りながら、全身で文字を描くなど、様々なパフォーマンスが行われる、異色の大会となった。 その後多数の作品、派生シリーズをリリース。ダンスダンスレボリューションフィフスミックスではオーディションを行い、ビーマニシリーズから初の女性ボーカルユニットビハールが誕生した。しかしかつての流星を取り戻すことができず、作品のブームは収束していった。アーケードメインシリーズは2002年リリースのダンスダンスレボリューションエクストリームをもって、ひとまず終止符を打つことになった。 アーケード版のリリースは一旦終了したものの国内、海外ともに家庭用ではリリースが続いた。特に海外では根強い人気が続いており、マラソンやジョギングのようなフィットネスのような効果もあるということで注目された。2006年1月にはウェストバージニア州が公立学校すべてに DDR を導入するためのパートナーシップをアメリカに存在するコナミの子会社。 コナミデジタルエンタテインメントとの間で締結し、DDR をプレイすることが体重増加を食い止めることに役立つという実験結果も立証された。フィットネス等の効果により、海外での人気が上がったこと、国内での人気が根強かったことが契機となり、3年半ぶりのアーケード作品であるダンスダンスレボリューションスパーの場が日本、アメリカ、ヨーロッパで同時リリースされた。 以降現在までアーケード家庭用でのリリースが続いている。初期の稼働時期には諸説あったが2018年9月26日でシリーズ20周年を迎えた。特設ページ内では1週間前よりカウントダウンも行われている。2019年3月20日に6年振りの新筐体を搭載した金筐体ダンスダンジレベリューシオン A20 が先行稼働。 上記にある20周年モデルの一環にもなっている。カラーは金色、モニターサイズはシリーズ最大となる55インチ。要素面では X3VS セカンドミックスシリーズ以来でノンストップコースが復活し、新たに段位認定コースも登場した。かつて DDR 等に収録されていた半券曲をアレンジ収録させたレジェンド楽曲や、 開催期間内で累計 EX スコアのランキングを競うイベントゴールデンリーグも開催されている。ゴールデンリーグではブロンズシルバー、ゴールドの3つのクラスに分かれており上位クラスになるほど挑戦団員や楽曲等の得点が出現。2019年4月末に初開催となり全プレイヤーがブロンズからのスタートとなっている。2019年7月24日に A シリーズ。 以前の9筐体にも更新が行われ、本格的に A20 の稼働となった。9筐体のアップデート組はロゴが青色で表示され、蒸気金筐体と区別が可能になっている。この節の説明では、国内版アーケード版最新作にあたるダンスダンスレボリューション A20 における通常プレイを例に挙げる。 バージョンによって異なる箇所については割愛する。楽曲に合わせて画面に矢印オブジェが流れてくるので指示された通りのパネルをタイミングを合わせ足で踏んでいく。指定した楽曲、または指定された楽曲を最後までプレイすることができればクリアとなる。このゲームにおいてプレイヤーはステージに配置された上下、左、右の4枚、または8枚のパネルを使用することでプレイを進めていく。 最大で二人でプレイすることができる。最も基本的なプレイを行う際の流れは以下の通りである。必要なクレジット数を投入するか、E、アミューズメントパスを読み取らせる。エントリーの受付プレイスタイルを選択、プレイヤー人数並びに使用するパネル数を選択楽曲、難易度を選択プレイステージのプレイが終了した後、結果画面が表示される。 クリアした場合は次のステージを選曲できる。筐体に応じて設定されたステージ数をクリアすると、総合結果画面が表示される。プレイデータ表示プレイ終了 DDR には、多数のゲームモード、機能、プレイ時に選択できる、難易度設定項目が存在する。そのいくつかをこの節で説明する。DDR は、B マニシリーズでも早い段階から、同じ楽曲に、 難度別で複数の譜面を設定する試みを行っている。現在では1曲あたりシングルダブル2つのプレイスタイル、シングルには最大5つ、ダブルには最大4つの難易度カテゴリーが設定されている。主にアーケード版、メインシリーズでは以下のような譜面のカテゴリーが設定されている。なお基本的に各故障は左から DDRA、 右に行くにつれ古いバージョンでの故障、後に行くほど難しい難易度カテゴリーとなっている。文中で述べる難度とは、譜面自体の難度を示す20段階の数値。DDRA での難易度の最大値は19である。数字が大きくなるほど高難度であるが、必ずしも全ての楽曲の譜面が、譜面のカテゴリー順に難しくなっているとは限らない。故障方法、難易度カテゴリー、 難易度数値の上限については、国内アーケード版メインシリーズにおける主要システムの来歴早見表も参照のこと。難易度、難易度選択システムについての補足スコア99万点以上で、AAA、89万点以上99万点未満で AA となる。DDR では流れてくるシーケンスに対して様々なオプションをつけてアレンジすることができる。 使用するオプションを適用する際には、コマンド入力、または専用の選択画面で行う。搭載されているオプションは作品によって異なるが、以下に、ダンスンジレベルシオン A に搭載されているオプションを上げる。バージョンによって異なる箇所については割愛する。占術した通り、DDR には、リンク機能という機能が搭載されている。 家庭用ではプレイヤーが譜面を作成しプレイすることができ、プレイステーション版お版及びプレイステーション二2版については PS 用メモリーカードにエディットデータをコピーすることでアーケードに共有することも可能である。一部例外を除き稼働中の筐体内に収録されていない楽曲ではオリジナル譜面を共有できない。他にもこの機能により各し曲の出現に影響を及ぼす。 場合もある。現在は USB 端子だが古いバージョンではプレイステーション用メモリーカードスロットが取り付けられていたことがあり E アミューズメントサービス開始までは主にオリジナル譜面の共有と自分のスコアデータの保存などで使用された。現在スコアデータの保存などは E アミューズメントサービスに引き継がれている。その高子には 画面上に流れてくる矢印自体を作成するモードで作成した矢印オブジェを使用することができたこともあった。作成した譜面はメモリーカードに保存することで他のモードで使用することができる。なお、PlayStation 2版の各作品ではエディットモードに入る際にライブラリーの確認が行われ、セーブ時にはこのライブラリーに保存されることになる。 エディットモード内にあるライブラリーマネージャーで PS 用データへの出力を行うことができ、これをゲーム機本体のメニュー画面で USB メモリにコピーすることでアーケードでも使えるようになる。譜面を作成する際にはまず曲と譜面の種類を指定する。また、この際に実際にゲームで使用されている譜面をコピーすることも可能である。その後矢印を配置していくことになるが、 この際に同じタイミングには2つまでしか配置できないという制限が存在する。ダブルモードのエディットでパネルの横方向の間隔が3枚以上開けて同時押しの矢印を設置した場合 PS 版では配置の通り矢印が現れるがアーケード版では強制的に中央寄りの配置に変換される。これは両足が極端に離れた矢印を配置することによるまた先。 点灯事故を防止するためのものと考えられる。配置の単位は通常は4分8分16分だが、DDR サードミックス以降は12分の配置もできるようになった。家庭用 DDR スパーノバでは曲を流しながらエディットするとき正常にスクロールされない現象が起きるが、DDR ス,のスパーノバでにではそれが軽減されている。また PS2 でエディットモードをプレイする際それが PS のシリーズだと同じような現象が起きる可能性がある。家庭用とのリンクについて DDR は家庭用ゲーム機とアーケードのリンク機能を持ったゲームでもあった。DDR セカンドミックスリンクバージョン以降筐体にプレイステーション用のメモリーカードスロットを搭載し同ハードのメモリーカードを介して成績の記録やエディットデータの使用が可能であった。 以下にアーケード版作品と、それにリンクする領域を持つプレイステーション用ソフト、そしてシステムデータに記録される要素を挙げる。ビートマニア EX とのリンクについて、その他 DDR セカンドミックスクラブバージョンではビートマニア EX 筐体とリンクし、同じ楽曲を両方の筐体でプレイすることができた。これがきっかけとなり、両筐体のリンク機能が非受走になった後にも、 DDR-EX がお互いの楽曲を移植し合う機会が増えた。DDR には EX の移植曲が非常に多いほか、稼働中の兄材のアンコールエクストラステージが全く同じ曲になったこともある。競技では前日のエディット、家庭用とのリンクを指すが、講義では EX とのリンクを指すこともある。またこのシステムは、後継作品となるギターフリー X だらまないや、 キーボードマイニアの3作品でマルチセッション g d k として採用されている。先日したプレイ進行ではアーケード版最新作の通常のゲームプレイシステムを中心取り上げたが DDR シリーズではこの他にも以下のようなプレイモードがある。下の表は国内アーケード版での主要システムの来歴である。作品ごとに細かい変更はあるものの、概ね以下のようになっている。 判例表内注釈ここでは国内、海外を含めた作品を紹介する。判例かつてのコナミアーティストだ多数 PS1 のコントローラー。左下にあるのはハンドコントローラー家庭用のコントローラーとしてステージの代わりにマット状の専用コントローラーが発売された。しかし集合住宅では足音が響いて、 下の膝端や隣の住人に迷惑を与えるという問題も生じたため、コントローラーの下に敷く衝撃吸収用のマナークッションやクッションを内蔵したデラックスコントローラーも発売された。北米、欧州では Xbox、Xbox360 用および PS 用に斜め下を含む8方向に対応したコントローラーが登場している。しかし2011年現在、 8方向すべてに対応したソフトは少なく、北米で1本のみである。コナミの通信販売サイトコナミスタイルのカスタムファクトリーにおけるプロジェクトの第一弾としてアーケード版を再現したアーケードスタイルコントローラーが企画され、生産実現のノルマの100台の予約が集まったため、実際に販売された。ただし、価格がかなり高いウェサイ発売がないため、 現在は入手困難。この他 DDR ソロシリーズのレイアウトを2面分持ったハンドコントローラも発売されている。ダンスメイニアが独占でタイアップを行っていた頃はゲームプレイを行っていない時に流れるデモ画面にダンスメイニアシリーズのロゴや CD ジャケットが表示されていた。これは DDR エクストリームまで続いていたが DDR スパーの場以降は ダンスメイニアの独占でのタイアップは外れており、複数の会社のレーベルからの収録やカバーが行われている。コナミはフィットネスクラブコナミスポーツクラブを展開するコナミスポーツクラブと提携し、家庭用 DDR サードミックスから消費カロリーなどを評価、記録するワークアウトモードを搭載した。現在アーケード版の DDR にもワークアウトモードが標準搭載されており、 プレイ後にどのくらいのカロリーを消費したか確認することができるようになっている。ウィキニュースに関連記事があります。コナミのダンスダンスレボリューション、ウェストバージニア州が公立学校での教育に採用。ありがとうございます。